セキロ・シャドウズ・ダイ・トゥ・ワイスは2019年3月22日に PS4、XBOX1、Windows で発売されたアクションアドベンチャーゲーム。開発および販売はフロムソフトウェアとアクティビジョン。キャッチコピーはセキワンの狼、戦国に忍ぶ。略称はセキロ・セキロ王。ダークソウルズ・ブラッドボーンの開発スタッフによる一人プレイ用。 和風アクションアドベンチャーゲーム。舞台は1500年代後半、戦国時代末期の日本で、プレイヤーは、主人公である赤腕の忍者、狼を操作して、ゲームを進めていく。タイトルの、シャドウズ・ダイ・トゥ・ワイスは、影は二度死ぬを意味し、常に死の危険が伴う、忍びの戦いと、死亡しても一度だけ生き返ることができる本作の、改正システムなどを表している。 本作のゲームデザインはかつてフロムソフトウェアが開発や販売を行ったダークソウルなどのソルスボーンシリーズと天柱シリーズの要素を組み合わせたようなシステムとなっており緊張感のある剣撃アクションや推し殺による一撃必殺、鍵縄による盾、奥への移動を絡めたフィールド探査などが特徴となっている。また本作のディレクターはダークソウル同様 現、フロムソフトウェア代表取締役の宮崎英光が、務めており、リトライを繰り返しながら、ゲームを攻略していく、死にゲーとも呼ばれる、難易度の高さも健在である。累計販売本数は2020年7月時点で500万本を、突破している。また、国内外問わず様々なゲームアワードを受賞及び、ノミネートし、2019年のゲームオブザイヤーにも、 選ばれるなど高い評価を得ている。1500年代後半、戦国時代末期の日本におけるとある北国が舞台となる。県政、アシナ一心による国取り戦から24年の時が経ち、かつて急進のごとかハエのあった、アシナの国は時代の流れとともに存亡の危機に瀕していた。国を起こした一心は病に伏し、隙をつくかのように強大なナイフ軍が押し寄せる。 一心の孫である、アシナ玄一郎は、この球場から脱するため、不死の力、竜種を手にしようと、その御子である苦労を遊兵する。苦労の唯一の真である忍び、狼は、三年前の襲撃にて苦労を守ることが、できず、井戸底で無意に生きていた。その折、何者かによって文が落とされ、かつて引き離された主の罪所を知らされる。 命をとして守り、奪われたら必ず取り戻せ、忍びの掟に従い、狼は復讐を果たすため立つ。一部は、強者として、狼の前に立ちはだかる。声優は、ゲーム内、エンドクレジットより出典。日本の戦国時代を大まかな土台としているが、変和神図や八百匹に、三円など、日本に古くから残る伝承がモチーフとなっている、要素も数多く見受けられる。 デビュー集積サイトであるメタクレティックによると、XBOX 版の91、100を最高としつつ、PS4 版も90、PC 版は88と、当サイトにおける絶賛あるいはおおむね好評の表を得ている。全米、ザ・ゲーム・アワーズ2019にて、当年発売された、世界中のゲームで最も優れた作品に贈られる、ゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞している。 その他、日本ゲーム大賞、プレイステーションアワーズなど、国内外問わず様々なゲームアワードにおいて受賞、および、ノミネートを受けている。発売10日で200万本を売り上げ、ダークソウルズシリーズ、ブラッドボーンを超える勢いに達した。全世界累計出荷本数は380万本を超え、特に海外ロイヤリティ収入において、好調を記録した。 2020年7月時点では累計販売本数500万本を突破している登場人物、ありがとうございます。